さあということで今日は切手の方にですね来ましたんでね、今日は思う存分切手を楽しみたいと思います。いいやん、むっちゃここで巡業するっていうわけだから、ね、こういうのって僕もこっち側ですねこれぐらい食べますから普段ああ全然持ち上げていいと思いますね。持ち上げましょうか。こちらがね207キロです。ちょっとビクともせんな。すごいな。じゃあちょっと挑戦しましょうか横綱にね。マジでこと、やっぱよしよしよし、はい。くそいや、これはね、ちょっとね、不可能だね。ホラーだよ、ホラー。前頭には勝てるだろうな。勝つ人見たことないと思う、多分クソゲーですね。目線こちらで、はい、じゃあ撮影ボタンどうぞ押しちゃって、はい、あ、はい、やってないですね。え、もうなんか、あ、なるほどもう少し大きめで、ね、はい。あ、なんか普通の顔してるこれでいいっすこんな感じですよね。そうですね。あ、いいですね。千代丸っぽい段階ですね。ひらがな漢字二文字まで入力できます。二文字まで、あ、漢字で二文字までなんですか。何の花とか何丸とかもランダムでついてしまうので。あ、そうなんですね、はい。これで、あ、西田流に決まりました。はい、こうなりましたねどうですか、力士になってたらこうなってただろうということですよ。僕が人気は出なそうですね、ちょっとね。こういう風にね、これで年賀状出せるということなんで、限定1名様にねプレゼントしますんでねふるって応募ください皆さん西田流ということでね、皆さん29日に切手場所あるということなので、皆さんも切手場所にぜひ来てみてはいかがでしょうか。さよなら。